はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーカングです。はい、こんにちは。はい、というわけでね、はい、今日は2人でね、お話しする場を設けたわけですけど、まあ、結婚式おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。結婚式おめでとう、ちょっとよくわかんないかもしれないですけど、まあ、結婚式せっかくやったのでね、はい、なんだっけ、結婚1周年で結婚式したんだね。式を挙げましたね、はい、10月10日に。やっぱやってわかる。何ですか。やっぱ結婚式したことある男としたことない男で別れるなって、この世は。あれ、どういうことですか、それは。やっぱね、結婚式挙げれる男ってね、やっぱ一個上なのよ。申し訳ない、言わなきゃよかった、おめでとうって。俺がそれ言うならわかるけど、いや結婚式あげたねとかって言うならわかるけど、どうでしたかっていうのがしいけど、いろいろありますよ、はい、いやそうなんですよ、はい、ちょっと聞きたいことがいっぱいあって、はい、本当にそのまあ結婚式ってさ、その一点だけ見たらすごいお祝いでもう華やかでだけど、準備とかがあるわけじゃないですか。まあ準備に関して言えば、はい、ほぼ俺は何もしないです。あら、そうなの。女房が全部やりました。うわ、はい、ありがたいですね。いや本当にありがたい、すごい、ね、大変だったと思う。まあ、式場にはね、7回ぐらいは行ったかな。7回、打ち合わせとか行ってるね。行ってる行ってる。でそれも1回につき半日ぐらい取られるから、はいはいはい、はい、結構そういう意味では、まあしんどい部分もあった。まあ時間は使ったと。使った使った、うん、まあでもなんかそのなんだろう、あの披露宴のさ、はい、入り口のとこになんかこう似顔絵とかあったじゃん。あったね。あんなはもう全部やってくれたのよ。あーすごいね、そういう企画というか、そうそう、そういうのやろうって、そうそう、準備はしてくれたんで。はあ、なるほど。すごい楽でしたね。楽だったんですね。そういう意味では、はい、本当ですか。大変だったと思います。どうなんだろうね、でも他のっていうのもあれだけど、結構やっぱ2人でやってとかってあるんですかね。あ、準備、いや準備、男はほとんどしないと思うよ。あーもう、うん、まあでもやっぱり結婚式したら花嫁がやっぱこう、まあ主役ではあるよね、うん、主役っていうところだから、うん、そこはね、打ち合わせの段階でも、まあ旦那さんはまあ、あんまり準備する人なんかいないというか、まあ、あんまり協力的じゃない人が多いんで、大変だと思いますけどみたいな。出産みたいな。なんか入んない人もいるんですけど、いやでも、はい、やって思ったのは、はいはいはい、やってよかったと思う。おお、なるほど、うん、いやまあそれはね、私たちも参加させていただきましたけど、うん、いやそれはいい式だったと思いますし、なんだろうな、やっぱ結婚って字書くだけだからさ。あーそうね、書類書いて、うん、そうそう、なんかいまいちした感ない。なるほど。もともと同棲もしてたし、なるほどね。そう、別に生活変わるわけじゃないけど、まあまあまあ確かに、やっぱなんか一個式やったら、うん、あ結婚したんだっていう、ああ、うん、実感はありますね。なんか結構僕の常識って言ったら、うん、絶対するものと思ってた、逆に。いや今の時代もしない人の方が多いんじゃないかっていう。そうなんだ、うん、あそうなんだ、レベルだと思うよ。はい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 、うん、まあそれはやっぱまあ、今は特にそのコロナとかもあるからあれだけど、うん、結構ね僕は当たり前だと思うさ、まあ、僕自身が別に結婚しない人間なんであれですけど、うん、だからやっぱりやったらすごいことだし、うん、大変なんだろうなと思って。大変だったね。しかも、なんか結婚式って、はい、式場借りて、うん、なんかいろんな準備料理とかあるじゃん、うん、しますね、まあ、で来た人からご祝儀あるじゃん。そうだ ね、 あるね。 それでなんかトントンのイメージあったの。俺はなんなら、うん、結婚式あげることで少し儲けて、うん、それもお祝い。そうでしょ、はい、全然赤だった。びっくりするぐらい赤だった。嘘、うん、そんな赤、え、なんかちょい赤とかじゃなくて、うん、ちょい赤とかじゃなくて、えー、しっかり赤。そうなの。うん、100単位で赤かな。ええー、いや俺がね、うん、コロナだったから、はい、お酒出せるかどうかまず分かんなかったのよ。ああそうだね。そう、うんうんうん、お酒飲めないのか結婚式で、しんどいな。まあちょっと欲しいよね、うん、やっぱ酔いは欲しいよね。来てくれた人もね、やっぱお酒飲みたい、うんうんうん、で最悪お酒出せなかった時のために、はい、飯を豪華にしようと思ったのよ。なるほど。そう、豪華した。飯はせめて豪華に、美味しいもの、 すごい豪華な、あ美味しかったって思ってもらえるようなものにしようと思って、はい、なんかこう前菜メインとかなんかこういっぱいスープとかいっぱいあるの中を全部出してもらって、リスト、はい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 、俺がこう決めたのよ。なるほどね。これ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 、もうなんだ、イタリアン、フレンチ、はい、フレンチ、うんうん、だからもう意味わかんないの出てくるんじゃん、正直。わかるよ。 なんこれっていう、皿にソースで落書きしてる、ソースで落書きされててなんかちょっとフルーツ入ってるみたいなさ。あります、ね、なんこれうまいのみたいな、はい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 、俺はそういうタイプだったから、もうなるべく日本人でもうまいって思うような
もう肉魚みたいな分かりやすいようにしたつもりだったの。確かに、いや食べたんですけど、うん、なんつうの、ちゃんと全部あ美味しいなで終わった。あ、こういう料理なんだかじゃなくて、あ、そうそうそう、あ、うまい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 、そうになるべくそうしようと思って、それは素晴らしい、これ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 ってやったら、はいはいはい、もう一人ね、もう全然もうご祝儀代ぐらいになっちゃった、ね、料理が料理だけで。あ、なるほど。そうそうそう、あれやっぱそんだけするんですね、うん、あれは。そうで、お酒も出せたのよ最終的に。そうですね、いただきましたね、うん、緊急事態宣言も明けたから、そうお酒も出せたっていうので、それもまたドーンって乗ったじゃん。なるほど。したら全然びっくりした。めちゃめちゃ豪華だったのやっぱ、うんうん、でもヒロチンくんが、うん、まあ、僕ら芸人ギルドを呼んでいただいて、うんうん、でせっかくなんでその出し物をしたわけですよ、うんうん、したらそのヒロチンくんがその出し物の前に食えない、うん、って言い出して、あ、だからそのネタ前に飯を入れれないっていうね、って言い出して、一人だけ中華三昧みたいに並んでて、もう食べてなくて、めちゃくちゃね余ってたね。なんか紅茶のシャーベット、うんうんうん、あったじゃん、うん、あれもだから冷たい紅茶にして飲んで溶けてて、ってまあまあまあ、まあ、それはもうしょうがないけど、ダメだぞっつって。いや、だからそのご飯と、まあ、お酒も美味しかったんで、うん、やっぱお金かかったんですね。それはよかった。ロブスターでね、うん、一気に行ったわ。開きね。ロブスター一匹。あれなんだ。あれで行きましたね。だって結構ね、うん、こうフォーク刺したら、うん、ドゥルンってこう全部出てくる。だからそのないのよ、そのなんか無駄になる部分が。だからあれはいい料理なんだなと思ってたから。うん、なるほど。分かりましたね。そうか。だから結婚式これからあげたい人はちょっとそこら辺気をつけた方がいいかもしれない。そうだね。うん。ちょっと気をつけた方がいい、ね。なるほど。あんまりやりすぎると。いや思ったより、いやでもね、いい式でしたし、佐藤さんもね、うん、作家の佐藤さん来てまして、はい、来て嬉しかったな、来てくれたの。佐藤さんはね、こう、うん、まあ第三者の僕が言うのもあるんですけど、うん、かなりテンション上がったと思うよ、うん、あれはやっぱ嬉しい。それは嬉しいな。やっぱツッコミといじりがいつものやっぱ2倍以上だったな。やっぱ多かった。お前何やってんだよおいみたいな、お前テンション上がりすぎだろみたいな、めっちゃ言われて、芸人ギルドで写真撮る時も、あ、ね、あ、ちょ佐藤さん真ん中お願いしますよみたいな。普段は いや、うん、いいよやめろよ、うん、で終わる。全然そう、なんか、俺かよ。椅子にこう手かけてね。嬉しかったな。いや、あれはだからいい場なんだなと思いました、うん、本当に、うん、やっぱ。あと、うん、見た、あ、芸人ギルドにね、はい、出し物してもらったんですよ。はい、させていただきました。はい、で、まあ、はい、女房側の友人が歌歌ってくれて、そう、シンガーソングライターの方ね、うん、ね、そう、うん、で芸人ギルドはネタしてくれたんだけど、はい、見た、何を、なんかそのネタの途中で、まあ、ネタの全部言えないけどちょっと長すぎて、はいはい、ネタの途中でさ、なんか俺をいじるみたいな場面あったじゃん。まあまあ西澤に教えてもらったのはこれ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 、いや汚いもんばっかだなみたいなね、うん、タバコ、パチンコ、うん、こんなん教えてもらいました、うん、みたいな、いやろくな先輩じゃねえな、うん、みたいな流れがあったじゃん。あの岩下が西澤さんにパチンコを初めて連れてってもらいましたって言った時に、うん、親父がめちゃくちゃ笑ってた。ケン、うん、どこで一番あそこで笑ってたの。どこで笑ってんの。やっぱりかーって言ってたのかな。親父が一番笑ったんだな。いや、それね、聞いたの嬉しかった、うん、やっぱ俺らの一番気にするところは、うん、両家の親御さんだから、あ、そう、ちょっとやっぱ親御さんがこうなんかちょっとうーんってなったら悪いなと思っていっぱい考えてやったけど、うんうん、その結果笑ってくれて、あれは良かったね。まあ、あとやっぱ先輩、まあ式にはなるべく、はい、まあ、コロナっていうのもあって本当に身近な人、はい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 、うん、だけ呼んだんですよ、うん、本当親戚と、そう、ね、まあ、チームメンバーと、はい、芸人ギルドとぐらいだったんですよ、はいはい、本当に。あと、まあ、はい、社員さんとか、はいはいはい、ちょっとお世話になってる方ぐらいだったんですね。そうね。で、まあ、先輩とかには、まあ、連絡したの、結婚しますとか、うんうん、結婚する時には言ってた。そしたらムービーはい、富士さんが撮ってきてくれました。はい、私が、はい、一応私の完全なもうあれ選定で選んで、うん、そして選んでっていうこともあるんですけど、うん、僕が編集して西澤がお世話になってるだろうなっていう先輩のところに行ってくれて動画にしてくれたんだよね、うんうん、でもう本当に R 藤本さんから、そう、高大さん、はい、これはめでてえなの高大さん、すごいよ。R 藤本さんとかは、うん、直接会う機会があったのよ、うん、その結婚式前に、うん、だから撮らせてくださいって言ったら、うんうんうん、え、あ、いいけど、いやでも、え、ベジータの方が良くないかって言われて、うんうん、ちゃんと帰ってからやって送るって言ってくれたのよ。やっぱね、だって一回俺ん家でさ、うん、生配信するって言った時も、うんうん、ベジータと藤本どっちが聞いてきたもん。いや、しかもその時もちゃんとベジータなんだよ。バットマンって後ろに書いてあるやつなのに、
あっちの方が良くないかってちゃんと言ってくれて、嬉しい本当に。もちろん広大さんも開示でやってくれて、はい、でまあ響きの小林さんもたくさんも、うん、まあ、そして何といっても大鳥飾ったのが、うん、はい、関谷仁一、はい、私の実景でございます、はいはい、あれは最高だったね、はい、あれはね、うん、でも僕が一番冷や汗かいた瞬間でございます、はい、そう、俺一番笑ったけどあれマジで。いや俺もまあまああの、うん、ね、言っちゃうと、うん、その4名ね、大先輩4名の後に最後に、うん、俺の兄貴が出てくるっていうので、うん、面白いなと思って編集して、うん、出したんだけど、うん、あれ待てよって、うん、あの女房側の人は誰一人もちろん知らないだろうし、うん、あとあの兄貴に頼んで送ってきた画像が、うん、真っ暗な外で、うん、ひげぼうぼうの兄貴がこうやって、おめでとうございますみたいな感じで、切羽詰まった無人島の横なんか見せてゾンビだらけの街のビルの中で、そうそう、死ぬ前のビデオレターなのよ、このメッセージが最後になりますみたいな感じで撮ってて、それあれ一番面白かったマジで。俺それで流れてるのを見て、うん、いやまずいなと思って、ちょっとこれはやりすぎたかなと思って、うん、いやいや面白かった。そしたらやっぱもう、まあ、西澤も楽しんでくれたし、うん、やっぱ佐藤さんがもうずっと俺に例えツッコミ無人島のあのバッテリー 2% のスマホかいやそ荒廃した日本に最後に残ったビデオテープかってもずっと俺にずっとテンション上がってる。そう例えツッコミしてくれてたよ。いやまあでもあの楽しんでくれてたのは良かったなというところで、はい、いやそんなねもう催し回りつつで、ふうさんのスピーチも良かったよ、はい、うん、あれはね、うん、いやあのまあ、ぶっちゃけちゃう、まあ、芸人ですからちょっとぶっちゃけちゃいますけど、うんうん、まあ、僕の前に一人、うん、挨拶、まあ、乾杯と、うん、あの奥さん側 の、うん、あのスピーチだったんですか、うんうん、でスピーチってね、うん、覚えるのもかっこいい、うん、でも手紙として書いて渡すのもかっこいいと、うん、で俺は覚えていこうと思ったんだけど、うん、ここででも真っ白になって変に止まっちゃうぐらいだなと思って、うん、しっかり直筆で書いたんですよ、うん、で渡したでしょ、うんうん、そうってなったらその前二人が覚えて完全に喋ってて、うん、でしかもその奥さん側が泣きよって、うん、そのスピーチ中に、うん、まあ、それ泣く、大体泣くでしょ、まずいなと、うん、俺は泣けない、うん、俺は泣きを呼べないと思って、うん、あのじゃあもうせめて少しでも笑いが起きるようにと思って、うん、ふざけないようにね、うん、やったんですけど、うん、やっぱ後で聞いたら、うん、僕はもう結構緊張しました、うん、めちゃめちゃ緊張して、うん、でやりましたけど、うん、後でやっぱ佐藤さんに、うん、お前あの入れすぎだろって入れ込みすぎだろお前って言われてそうめちゃめちゃ緊張しながら、いやまあ緊張するよな、だって読んでんのに緊張しても、うん、俺らだけならあれだけど、あっち側の親族とかいるとね、そうなんですよ、そうそうそう、うん、うわダメなやつだなって思われたら、そうそうそう、悪いなっていうのもあって、そうで、まあ、俺最初富士さん司会でもいいかなと思って、言ってくれたんですね。そうそうそう、ね、で、まあ、その最終的には式の、あのよくそういう式のなんか司会とかやる方に頼んだのよ、うん、はいはいはい、でもまあ1日10万円ぐらいかかったらしいんだ、それだけで、そうそう、あ、そうなの、でそれ頼むなら、はいはい、しね、富士さん知ってるし、まあまあまあ、まあ、富士さんに10万払って司会やってもらった方が俺はいいなと思った。まあ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 、一応そのわだかまりというか、なんだろう、まあスムーズにいくやん、うん、そう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 、打ち合わせも簡単だし、別に10万もいらないでしょ、ね、知ってる人に渡せるならそれでいいやと思ったんだけど、うん、もう女房から NG。 なんで嫌だ女房見てる女房やばい、これはなんかそのやっぱり結婚式の司会はまた別だと思うから、まあ、それはね分かるよ、うん、やってる人がやった方がいいかなと思って、うん、そう言ったみたいな。やっぱだって芸人ギルドの結婚式なんだから、そう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 、俺がやったら、だからそういうのがあるからって言ってたけど、そうだね、うん、あ、そうか、ダメか、うん、で俺地元の、まあ、友人、小学校からのすごい長い付き合いの やつら5、6人いるのよ、うんうんうん、で友人のスピーチもそいつらに頼もうかなって話したら、いや相方の富士さんが何も喋んないのはちょっとかわいそうじゃない？え、どういう扱いなのどこにいるの俺確かになっつって富士さんになったから、あの、あ、そうなんですか、女房の慈悲で富士さん、あ、ありがとうございます、場を設けておかげで、でも舞台には2回出るし動画も1個上げるし、確かに富士さん忙しかったかもしれないいやいや、ありがとうございます本当に。なるほどね、いやもうね、まあでも異色っちゃ異色じゃん、みんなマスクしての
まあね、結婚式っていうね、うん、いやそんなのも体験できたけど、うん、1個ちょっとだから気になるのは、俺挨拶し忘れた知り合いないかなっていう、西沢側で、あ、いや大丈夫じゃない、大丈夫なんかなっていうのはありますし、うん、大丈夫、マスクで全然分かんなくてさ、うん、パッと見じゃ、まあ、それしょうがないよね、うん、でもね、いやいい式で、で、うん、途中別に何も問題もなく ね、うん、行きまして、これはね素晴らしいということで、うん、ありがとうございます。まあ実はね、まだプレゼントがあるんですよ。え、まあ結婚式って、まあ言うて僕ら、まあ、プレゼントは別にあげてるわけじゃない、いやもらったよ、いやいや参加させていただいたっていうものなんで、はい、でもこれもちょっと何度もお名前出したんですけど、佐藤さんがあげよう、これを西田にあげようって提案してくれて、みんなで用意したものでございます、うん、はい、こちらがどうぞ、はい、はい、近づけれます、はい、プリクラ、プリクラでございます、はい、いや見えねえな、ちっちゃいのよ、ちょ画像あるならちょっと画像多分出してると思います、はい、ピント回ねえしいやこれね、俺ね最近したけどね、最近のプリクラってなんでピント合わねえんだよこれ、捨ててんのよなんでピント合わねえんだよこれなんだこれ、もうほぼ黒だから分かんねえよ、はい、何かあのスーツばっかりだからね、うん、はい、まあ、僕ら芸人ギルド、うん、カラマリー、あと吉本ゲーミングで来てくれた、うん、あの社員さんたちで撮ったやつで、うん、はい、佐藤さんがもう、うん、しかも式中で、多分え披露宴中に、うん、帰りプリクラ撮り行くぞってあー、はいプリクラってなって、やっぱ30代半ばだからプリクラ、やっぱ記念の日にはプリクラよまだ俺らはね、うん、いやもうその女の子が2人とかね、うん、4人組が並んでるとこ並んで、スーツだらけの男で並んでみんなで入って、でもよく見て、でも後で佐藤さんとかの表情すごい、やっぱこの後ろのね、確かにこの後ろの佐藤さんね、そう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 、この顔しないよね佐藤さんね、このやっぱ確かにテンション上がってるかもしれない、背伸びでこう嬉しいな、それのね、はい、うん、プリクラがありますんで、で西沢に渡すって聞いてたのに、うん、なぜか6人用分割のやつになってますんでぜひね、ところどころに使っていただいて、はいはい、いや改めておめでとうございます、はい、ありがとうございます、結婚式嬉しいです、はい、結婚式がね、うん、あ、これで僕はだから兄貴の結婚式以来ですから、ああそっか、うん、いやもう俺は富士山の結婚式待ってます、俺の結婚式ね、いつになるでしょうね、全然50とかだけでもいいんじゃない、いや多分でもね、そんぐらいやっぱ芸人らしさというかね、うん、を持ちたいと思ってるのか分かんないですけど、私自身も、うん、やっぱ有吉さん松本さんみたいな、うん、やっぱ全然晩婚と言えるような婚式、うん、結婚で全然ありだと思ってますんで、20歳年下の美女とか最高だね、そしたらね、出し物やってもらうからね、40いやきついな45とかそれはもう後輩にしてやってもらって、その時はスピーチぐらいやってもらうかもしれないから、40後半で出し物したくないわ、プロゲーマーいっそきついなありますのでね、うん、いやこれはね素晴らしい時を過ごさせていただきました、はい、ありがとうございます、本当にありがとうございます、そんな西田君、はい、これから皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、じゃあもう最後は仁一さんのビデオレターの動画で締めましょう、はい、はい、じゃあ、はい、仁一の部分だけ、はいはい、ご覧ください、はい、どうぞ、どうも裏切りマンキーコング関谷風司の兄関谷仁一です、ゆうたろうさん、本日は結婚おめでとうございます、ゆうたろうさんとは、弟関谷風司の相方という関係ですけれども、本当に今弟が、生活できているのはゆうたろうさんと裏切りマンキーコングというコンビを組めたからだと思っております、ゆうたろうさんのご活躍に本当に感謝しております、ありがとうございます、そして、ゆうたろうさんは芸人さんですので、結婚相手としてはもしかしたらいろいろと悩むこともあるかもしれませんが、たくさんいる芸人さんの中でもゆうたろうさんは、本当に誠実で真面目で、素敵な男性だと思いますので、お二人で協力してぜひ素敵な、幸せな家庭を築いていっていただければなと思います、ぜひですね、僕たち家族と、ゆうたろうさんのご夫婦で、一度風司抜きでですね、お食事とか行けたらなと思っておりますのでよろしくお願いいたします、そして、西沢家の皆様、本日は
本当におめでとうございます。チャンネル登録お願いします。